やっぱ僕イメージとしてはやっぱりソガータ選手なんですよ。わかる。鹿島のキーパーって言ったら私もそう。僕はやっぱりもう古川さんですよね、やっぱ一番最初、うん、なるほどね。これ当時茨城の小学生みんな古川の下敷き使ってましたからね。はい、マジ根こそぎ、根こそぎ古川の下敷きでした、うん、確かにね、はい、レジェンドだもんね。そうですそうです、うん、そっからまあ佐藤陽平さん行きますよね、うんうんうん、であとは高桑さんかな、印象残ってるのは、うん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 、これすげえイケメンで、うん、うちの姉ちゃんが当時ちょっと狙ってたんですよ。いやいや狙っててファンじゃなくて狙ってた。狙っててマジで付き合いたいって言ってて、うん、どうだったので聞いた話なんですけど、うん、マルキーニョスの家までは行ったって言ってます。そんな話すんの。ソガータ選手は本当にもうずっとだもんね。そうですね、こっからずっと守ってくれてたから、はいはい、もうソガータ選手で育ったというか、はいはいはい、